神崎川の源流淀川からの取水口後ろに壁のように見えるのは淀川の堤防神崎川は大阪府北部から兵庫県東南部を通る淀川水系の一級河川。救命は三国川である。名前は沿岸の地名神崎に由来するもので中世に大阪から山陽道へ向かう街道の神崎の私が栄えたため中世末期から 江戸時代の初めにかけて、神崎川の名が定着したと見られる。摂津市の市津屋で、淀川から分岐し、大阪市東淀川区相川で、相川と淀川区、鹿島付近で、稲川と合流して、西淀川区で、サモン川、中島川、西島川と分かれた後、大阪湾へと流れ込む。古くから農業用水、水運に使われている。また、 稲川と合流する手前から川口までは、大阪府と兵庫県の境界となっているが、途中の右岸にある中州は、大阪府に属するため、この区間では、中州の右へ分かれるサモイド川が、府県境である。天平年間、行基により節波五白の一つとして加工に、川尻泊が築かれた。785年、奈良時代末期に、分け清まの手で、 長岡京仙都に伴って、新首都と瀬戸内海を直接結ぶ目的で、淀川と直結させる工事が行われている。この淀川との直結工事以前は、神崎川は、淀川水系と別の水系であった。淀川河口の何和図が、淀川水系、山和川水系の土砂の堆積で機能を失う中、川尻泊は、大阪湾と京を結ぶ港として繁栄し、 神崎川中流の水た、淀川との分岐点の江口も港として繁栄した。平安時代後期には、神崎川沿いには、貴族や寺社の荘園が開発された。川口部の神崎の港は、海上、河川の物質見換えや、京から、西日本各地の荘園や住吉神社モーデに向かう貴族や庶民で賑わった。また、 神崎と江口は共に遊女の集う天下第一の陥楽の地としてライバルとなり全国に知られた。平安時代末期にはさらに下流に広がった新しい海岸に大物と天が崎の港が形成されている。鎌倉時代には荒れ気味だった港を東大寺の再建造営を任されていた長元が再建し奈良や京都にできる巨大な寺社の材木を集める。 港として、また、瀬戸内海の物資を集める港として栄える。戦国時代に、天ヶ崎の港は、大覚寺や、本教寺を中心として、堺や平野などと、同様な自治都市になった。江戸時代には、天ヶ崎城が建設され、天ヶ崎は、天ヶ崎藩の城下町になった。神崎川の水運は、 大阪や堺などの発達で、かつての重要性は失ったが、神崎川、淀川を通って京都・尼崎を結ぶ、箇所線などでにぎわった。水田は、渡し場となり、大阪から丹波へ向かう亀岡街道の渡過点となった。また、下流の三角州や湿地帯は、新田として開発が進められた。1878年に、淀川の分岐点から、 相川の合流点までを直線的に結ぶ付け替え工事が行われた。それまでは、摂津市一谷屋の分岐点から北上し、摂津市内でほぼ直角に西に曲がり、相川と合流していたため、洪水の原因となっていた。工事の開始は2月19日完成は7月17日で、長さ約2750メール、幅約73メートルの新たな川道を掘った。 この明治の付け替え工事は、明治政府の、お雇い外国人であった、オランダ人、ヨハニスでイ家が指揮を取った。その後も、淀川の改修に合わせ神崎川も何度か改修され、淀川の分岐点から西にまっすぐ進み合い側に、合流する現在の形になった。明治以降は、天ヶ崎港の近代化と工業化が進み、紡績工場などが川沿いに入り一致した。 特に天ヶ崎では1928年に浅野財閥の浅野総一郎らが設立した天ヶ崎蓄光株式会社による臨海部の蓄光開発により発電所や鉄鋼産業などを中心とした銃科学工業地帯が形成されて現在のような姿になったただし工業用水として地下水を組み上げたことによる地盤沈下などが下流部全体で進み大雨や 高潮に対し脆弱になった。また工場は梅園を吹き出し、工業排水による汚染も進み、神崎川は悪臭を放ち始めた。戦後防潮堤整備や川底の浚節下水道の整備などでこれらの問題解決が図られ、ようやく神崎川も多数の生き物の住める川になっている。しかし、かつての汚染物質は、ヘドロとなって、川底に堆積し、 大沖新類の提出環境基準を超過しているが、その改善に向けて、河川管理者の大阪府や国土交通省など多くの主体が取り組んでいる。下流の工業地帯は一時に比べ衰退したが、先端的な工場の誘致や稼働などの事例も出ている。神崎川、神崎川と相川の合流点。左が相川、右が神崎川で、 手前に流れていく稲川との合流点前夜の大雨によるものと思われる濁りが見られる。西淀川区中島では、中島川を西に分ける。この他支流にも、小弱川には、小弱下水処理場があり、稲川の原田水未来センター、相川の高槻水未来センター、中央水未来センターの3カ所では、高度処理されて放流されている。また、 下流の西島川沿いに、大野下水処理場があり高度処理して放流される。ありがとうございます。